ユニバーへようこそ。今回はスパイダーマン。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。今日は2月の6日で土曜日ですけども、あさっての2月の8日よりなんとですね、またコロナの影響で閉店時間が1時間、早くなります。ということは、もう6時には閉館という形になってしまいます。そうしますとですね、ナイトスポットがあまり取れなくなりますので、このスパイダーマンの前のこのトーチですね、これなかなか好きなんですけども、頑張って頑張って7時手前ぐらいまで粘りまして、やっと取れました。でもですね、このまま行きますとですね、もう6時っていうのはもう明るいですから、もうほとんど取れません。そうしますと今から半年間はですね、なかなか、ナイトスポットはライトアップのところは取れなくなります。ちょっと残念です。で、このスパイダーマンのグッズは売ってるところはですね、スパイダーマンのアトラクションのあるところの左側です。アトラクションは、先日私まだ体験してまいりましたけども、やっぱりあれしんどいですね。もうぐる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 回ってですね、もう小学生とか中学生の男の子キャッキャ言うて乗ってましたけどね。でもう降りた時にはみんなスパイダーマンになってましたけど、大将はとてもそんな気にはなりません。吐きませんはい、今のですね、バイオリンと三味線のコラボの、パフォーマンスですけども、いいでしょ？お茶ね、めちゃくちゃ気に入ってるんです。あれをね、流れ出しますと、ついつい出てね、見に行ったりするんです。でね、今回はね、皆さんね、なかなかね、何回もリピーターいう形でしょうかね、手拍子もよく、大変盛り上がっておりました。やっぱりですね、観光の人たちが多くないとですね、ああいうパフォーマンスは盛り上がりません。
残念ながら今はちょっと人が少ないですね。このユニバーの規模から言いますとちょっと閑散としたところが目立ってしまいます。特にですね、ウォーターランドなんかね、この冷たい水の中飛び込むんですよ。ほんまちょっとかわいそうでね、もっと観客でぐわーっと言ったらね、盛り上がるんですけどもね、ちょっと今は寂しい限りです。スパイダーマンのブースいかがでしたでしょうか。今回はやっぱりちょっとうまく撮れましたね。まあ誰も言ってもらえないので自分で言うのもなんですけども、大変うまい撮影だったと思います。でこれはいつも通りも日が暮れてまいりましたので帰っていくところでございます。はい、ここら辺で必ず振り返る。次回はですね、またちょっとスパイダーマンの続きも見せていきたいと思っております。ではまた。